はい、今日は10月の26日土曜日9時5分が回ったところですね。日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会、教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。毎週土曜日になると1週間に起こったね、さまざまな事件、そして事故、これを特集で土曜日の朝から各テレビ局でやっていますね。私も時間あるときにたまに見るんですが、本当にこの1週間ね、嬉しいことや悲しいことをね、本当にね、大盛り小盛りのてんこ盛りと私ね、よく言うんですがね、そういうね、事件や事故ね、まして今回の事故というのは災害がほとんどですね、この1週間10日ね、その災害に昨日も私はね、憤懣奔放じゃないんですけどもね、現在の政治家についてのね、本当に私たちの国民が、私たちの国の政治家が守ってくれるんだろうかね、いう懸念がことあるたびに膨らんできますね。そういう危機感を持っている国民がね、本当にたくさんいるんじゃないかな。ね、しかしそれを国として私たち国民がね、国に訴えるには何事を決めるにも政治家が決めるわけなんですね。安倍総理がね、念願で、念願だ念願だと言われている憲法改正ですね。この憲法改正を行おうという声はね、50年前から、いやいや60年前からね、戦後74年、ね、60年前、戦後14、15年の時からね、憲法改正しようとね、危惧されてね、昭和27年から施行されたね、あの引き上げたね、この私たちのね、アメリカ軍が撤退していった、引き上げていったね、昭和27年からね、今日まで、この憲法ね、日本国憲法を日本国憲法に直そう、改正しようね、私たちね、民族派と言われる活動家は長年の念願でありますね。国旗日の丸、国家君が代ね、これを国家で法制定してほしいね。それが叶ったのはね、審議された3年間で審議された平成10年、11年、12年の間に審議されて、現在は国旗日の丸、国家君が代と制定されましたね。このような国で決定する事項ね、このようなことさえも決めるのは当然政治家ですから。しかし私たち日本国のね、国民が選挙の時にね、この選挙の時だけね、日頃はテレビを見て、ああ腐敗している、そうだこうだと言いながらね、腐敗していてますね。しかしいざ選挙となったらね、投票所へ足を運ばないね、冷めているんですね。あれほどね、あの森友事件ね、3年ほど前からね、騒がれていた森友事件でね、国のね、政府の役人が改ざんした、文書改ざんした、隠蔽したね、そして偽証の証言をしたね、連日ニュースでも報道でも
ワイドショーでもやられていましたね。それさえも見ていたのに、いざ選挙となったらね、だん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 投票率が下がってきているんですね。そして今日また一票の格差でね、おかしな判決が下されたと、昨日ね、判決が出たと言って、今までね、高裁は違憲であるというね、二つの高裁がね、高等裁判所が違憲であると言って判決を出したのに、昨日出した高裁は違憲ではない、合憲である。さあ、これもね、同じ裁判でありながらね、そういう判断がね、なぜ違うのか。それは人間が裁くからなんですね。これをね、ある程度ね、そうでしょ、すべてがね、コンピューター時代だと言われているのにね、この人間が考えて人間がやることね、機械は必ず線引きをしてね、例えばコンピューターがこの問題をね、判決文として出そうとしたときにね、違う答えが出るはずがないんですね。そして私はね、ある弁護士さんのね、ところの仕事をね、さまざまなことを言われてね、お手伝いしてね、弁護士の法的な手伝いではありませんよ。片付けとかね、処分とかいろんなね、整理とかですね、例えば模様替えとかをね、仕事をね、いただいてるんですけども、そのね、裁判員裁判、ね、この制度をね、大阪地方裁判所で作られた弁護士の先生24、5人のね、大きなグループがそれをね、模擬裁判からやって、現在の裁判員裁判制度にね、作られたと。ね。そして、一般からね、抽選でね、当たった人だけが審査を受けて、法ではね、当たった場合に審査員にとしてね、当たった場合には必ず出なければならないというね、条例はあっても、いやいや、仕事が忙しいのでね、拒否します。辞退します。ね、こういうね、そういうことができるようなシステムでされていますね。さあ、何回もね、これは余談ですが、ね、本当何回も裁判を受けていた人が、ね、裁判員裁判のね、そのメンバーに選ばれることはないわけなんですね。そうした場合に、本当に、ね、素人が、ね、感情を持って裁判員裁判っていうのは何回も行われるわけなんですね。ならば、これほど一審で、ね、本当の法律もあまり知らない人たちが、ね、選任されて、ね、5人、10人で、ね、その裁判法廷で審議していく。そして最終的には、ね、計量まで、ね、出されて、そして、休憩が行われると。ね、そして、この人たちは、ね、これは絶対に罪である。当然、最初は市場が入るはずなんですね。そしてその市場をね、何回も何回も審議されて、これはね、懲役10年だと。ね。そして、やって一審で判決が降りる。さあ、この判決が降りた、その日から当然、控訴審となりますね。ね。高裁、ね。控訴しますね。そうした場合に、ね。量刑が、ね。バサッと違う、
判決と第一審の判決とね、高等裁判所行ったらね、またガタッと落ちるね、この意味がね、私たち素人にはね、どうもね、納得できない分があると思いませんか？ね、裁判員裁判でね、市民が参加して、国民が参加して審理してね、それを一回判決が下りたね、そしてね、控訴したと、高等裁判所へね、被告は控訴したと。そしたらその時にね、量刑がガタッと落ちるとね、量刑が上がることはまず稀にないでね、ありませんね。そこがどうもね、下せないのはそういうとこなんですね。何のためにね、私たち国民がね、貴重な時間を割いてね、そして法律も知らない人たちがね、いろんな状況から判断して何回も何回も裁判が繰り返されて、そしてみんなさんで審議されて、このくらいのね、量刑は下りるだろうと。ね、そしてこれはこうして認めましょうっていう形がね、判決でね、下されて、しかしこうね、高等裁判所に行ったらそれが弁護されてね、また最高裁になったらまた、ね、差し戻しとかありますね。これね、市民の声をね、はぐらかす司法の制度になってるんじゃないかなね。ですからね、いろんな書記官、裁判書記官ね、司法書記官がね、悪質不正を行う、そしてだんだん日本のね、その精神的なものからも崩壊していってるんじゃないかなね。今ね、私のね、ところにいる若い子でね、法学部に行ってる子がいるんですね。さあ、この子が言うにはね、自分はね、本当にちっちゃい頃からね、軍歌が好きでね、それが子守歌のようにね、軍歌をすべて覚えてね、そして歌って、今でも軍歌以外はあんまり音楽とは思っておりませんね。大学4回生ですよね。これがそういうんですね。私は日本のね、歌、軍歌以外は歌とは思っておりません。このように言うんですね。そしてマイクを持たしたら必ず軍歌を歌うんですね。そういう子もまた稀だと思うんですね。そして僕、就職をどうしようかなと思ってるんですよ。ね、その時にはね、また堂村さん相談乗ってください。今就職活動をやってるんですね。そしたら法務をね、法務課出るんだからね、法的なもんにね、試験受けたらどうだね。この人物がね、また本当にね、頭のいいね、子っていうのは別にね、中学高校でまともにね、勉強もしていなかったね、いじめにあっていた、そのために登校拒否していた、その子がね、なんと1年発起してね、予備校に1年行ってね、そして勉強して大学入って、でそれしかもね、国公立の大学で法学部へ行ってるんですね。だからね、本当に DNA ね、親の賢いね、そういうのがあったら、そういうのがどこかにあるんだろうなと。だからあの中国がね、 DNA でね、何人間って言うんですかね、それを作ろうとしていることがね、ニュースとなりましたね。世界からバッシング受けましたね。ね、ゲノムって言うんですか、全く同じね、ものを作り上げるとね、それを人間を、それを試している。ね、
そういうことが科学的に行われる、それができるっていう時代になってね。さあここからぐるっと判断返しますね。そういう時代に研究がなされているのに、ね、宇宙ロケットが飛ばされている世の中においてね、台風や雨、これを自然に向かって止めることができないんですね。私たち素人考えからしたら、ね、台風がどこどこで発生した、ね、これはだいぶ大きな台風だと、雨もむちゃくちゃ降るだ、今まで体験したことがないくらい降るだろう、ね、わかるんですね。わかったら止める、ね、科学的にいろんなね、ものが作られている、ね、あの悪友、ね、悪友っていうあの作詞家がおられましたね。いろんなええ歌、ね、今パッと言われても思い出しませんが、悪友という名前だけはね、皆さん、全国の皆さんが作詞家だった、作曲家だったと、ね、思いますよね。え？この面白い、ね、落書きがあったらしいですね。この現在の世の中を見るときに、ね、親が子、子が親を殺す世の中で、なんで今頃月に行く？このような走り書きがあったと何かで読んだような記憶するあるんですね。親が子、子が親を殺す世の中で、なんで今頃月に行く？ね、心にずしっときませんか？ね、ああ、あの作詞家は、ね、今の腐敗崩壊している世の中、親子の絆、ね、これが崩壊している今の世の中においてね、なんで今頃月に行くと、ね、ということは、戦後教育の学校の教育によって、ね、学校の先生の資質の問題が連日問われていますね。ここにね、面白いね、新聞記事があるんですね。これ、どんな人が先生を目指すのか。ね、こういう記事なんですね。現在ですよ、どんな人が先生を目指すのか。ね、この競争率が東京で 1.2倍、1.1倍と書いてるところもありますね。このね、新聞記事によるとね、要するに競争率、新潟県の19年度採用の小学校教員の競争倍率は 1.2 倍。ね。ほとんど受けたら、10人おったら、ね、1人半、滑るだけの競争率だと。ほとんどの10人受けたら、もう10人が、ね、もう一度受けたら通るような学校の教員免許のシステムだっていうことが書いてあるわけなんで、東京では 1.1 倍と書いてますね。さあ、この人たちは、学校の先生、ね、今ね、面白いのが、人とあまり付き合うのがね、自分は好きではない。なぜそういう子に育ったか、精神的にそういうことになったか、ね、現代の社会現象なんですね。要するにゲーム機なんですね、ゲーム機。1歳になった、1歳ですよ。ね、子供に、ね、ゲーム機を与えて、1歳の頃から、ね、ゲームをして遊ぶ
ね、夢中にさせるんですね。そして、ね、ボタンを押したら、中からね、一緒に遊ぼうとかいう声が聞こえますね。そしてボタンを押して遊んどる間に、絵が出てきて、ね、そういう形で遊ぶようになる。ね。ですから、ね、周りに友達できるとなったらね、幼稚園か保育所へ行ってからですね、お母さんがね、よく言われる、ね、公園デビュー、ね、自分の子供を公園に遊ばせに行く、そしたら先輩の人が砂場で子供が遊んでいる、その仲間にね、一緒にね、入れる、そういうとこからなんですね、この現在の子供たち。しかし、砂遊びでね、遊んでいて、その危険性ですね。例えば、子供が遊んでいて、砂をかける、ね、友達と、ね、ママごととか砂遊びしている、ね。そして、少しでも、ね、危険なことがあったらね、即座に親が、ね、見ていて、即座に止めてしまうと。ね、そういう育て方なんですね。そして公園に行かない人は家でゲームを与えて、ね、この前、ね、部屋がゴミの山っていう私が表題で一週間ほど前に話をしましたね。この二人の姉妹がそうだったんですね。おばあちゃんが、ね、3歳と5歳の子供をね、自分の娘の子供をその頃から育てたために、自分はお店があって面倒見れない。家政婦さんを雇って、毎日、ね、まあ二日に一回、毎日なんだ、二日に一回、三日に一回ね、子供のために、そのね、孫のために、おもちゃ、ね、大阪の松屋町筋っていうのはおもちゃ屋さんの町ですね。お店が上六だったね、あって、そしてその松屋町筋で、ね、おもちゃを買って、そして帰って、その3歳と5歳のね、子供に与えていた。ね、家政婦さんがそれで遊ばせていたと。ね、そして飽きたらまた新しいものですから全部古いものは捨てて。ね、そして新しいものを新しいものを与えていたと。そのためにそのね、二人の娘が、孫娘がね、15、18なった時にね、要するに着るもの、ね、食べるもの、ね、着るもののお金はね、別に与えていたと。一週間にね、1万円、2万円与えていたと。下着なんかね、もう着捨てなんですね、部屋の中に。洗濯機といったら、ベランダの洗濯機といったら、ね、洗濯物がもう洗濯機の中から溢れてるんですね、ベランダに。そして部屋には、電気の傘に届くぐらいの、ね、下着から、服から、ね、食べた、ね、残り発泡スチロールか何から山積みになっていたんですよ。ね、それはなぜか。ちいちゃい頃からおもちゃを与えられて片付けるかったことがないんですね。要するに、とっつらかして遊んで飽きたら、また3日目には新しいおもちゃが来る。古いものは家政婦さんがね、ナイロンもくれて全部捨てていくと。だから子供は、大きい、いくら大きくなっても部屋で片付けるっていうことを教えられていない。ね。そして、だん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 、ね、大きくなっていったと。当然、ね、中学生、高校生になった場合にはね、そういうのを、ね、自分で、もう家政婦さんがね、朝来て、ね、夕方来て、食事を作ってくれるだけだと。ね。そういう形で育てていったために。ね。なんと、分譲マンションですよ。ゴミの山なってたんですね。今の、ね、学校の先生が、ね、そういう子供たちと一緒に、ね、自分が子供の時もゲームで育っていた。ね、だから、人と接することがね、苦手な、ね、人たちが増えてきとるんですね。大学出ても、ね、人とあんまり会話したくないと。ね、何かってゲームですね。スマホを見て、ね、一日中、ね、もう常に、スマホがないと、ね、依存症ですね。
ゲームか、ね、LINE か何か知りませんね。この老いぼれの私でさえも、このツイキャスを覚えてね、毎晩、この時間だけ、ね、私はこのようなライブをするようになりました。ね、しかし、ゲームのとことか、ね、他に、ね、いろんなとこを見ることはできても、他のことは一切に私は触れないんですね。何ができますよ、何ができますよってね、説明書を読んだらいろんな書いてますね。しかし、ね、私はね、何回も言うように、メカに疎いですから、しかし、ね、メカに強いっていうのは何かって言ったらね、車なんですよ。ね。車のエンジンでどこが悪いなと、ね、何が故障してるかなっていうのは、未だにわかるんですね、ある程度。ね、今の新車はわかりませんよ。ね、この車のあり方。ね、ですから、私は使わなくても今の子供っていうのは、ね、前にも話しました通り、ね、ゲームで子供が育っていく、ね、学校でもそうですね、常に機械が優先していく、ね、そしてこの機械が発達して様々なコンピューターができて、将棋も囲碁も全てコンピューターが、ね、人間と対戦するようなこういうシステムがあるのにもかかわらず、自然で、ね、台風がね、どこどこで太平洋のどこで発生したと、ね、これを一つをね、熱帯低気圧にする方法なんかあると思うんですね。例えばそこにロケットをね、打ち込んで台風の目と言われるところで爆発させてね、そうしたらそれがね、そのね、化学反応を起こしてね、その台風をね、潰していくことができるんじゃないかなと、素人考えにね、思いです、思いませんか。だからその時にね、あの悪友さんね、今亡き悪友というね、作詞家が、親がこう、子が親を殺す世の中で、なんで今頃月に行く。もっと私たち日本の国の政治家、学校教育でやることがあるだろう。ね、それをね、走り書きでノートのどこかに書かれたね、そういうね、文句があると書かれていたということを聞いたことがあるんですね。なるほどな。ね、今の世の中ね、本当に身近。ね、昨日、一昨日ですね、私のよく知っている東大阪のね、あるところでひき逃げがあったと。ね、その場所はどこか、住所を聞いて、その名前聞いただけで、あ、あの交差点だと。ね、そして、昨日、ね、自首してきたと。ね、人間ね、誰でもね、動転するときあるんですね。しかし、それは、小さい頃から性格的ですね。どのような立場でも逃げないと人間いますね。私がいつもね、冗談で言うんですよ。ね、この世の中でね、見えるものは、私は怖いものはいないと。あいつは凶暴だ。ね。ああ、あれは暴力団員だと。ね。あれは凶暴だと。ね。言われても、ね。なんとも思わないんですね。そして、ところが私が怖いっていうのは、ね。あの、お化けの、ね。テレビとか、ね。お化けの話とか、ね。私は、ね、耳を貸そうとはしないんですね。姿の見えないものほど怖いものはないと思うからですね。ということは、ね、今の世の中本当にね、様々なことが自分の周りいっぱい起こってきます。ね、自分の命と自分の周り、家族は自分たちで守りましょう。それを今日はね、皆さんに伝えて、今晩のね、終わりとさせていただきます。ご清聴本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。